軍艦。軍艦、軍艦とは、戦闘力を持つ、艦艇、非武装である、補給艦や輸送艦などを含むの総称。特に、海洋法に関する国際連合条約、国連海洋法条約29条に定める、船舶を指すことが多い。大演義語は商船。なお、戦艦は、軍艦の艦手の一つだが、軍事分野以外では、 両者を同義とする要領が見られるので注意が必要である。軍艦は他の船舶と異なる法的取り扱いがなされるため、国連海洋法条約29条で厳密に定義されている。ただし、この定義は同条約の適用上のものであり、各国海軍内部において別個の定義がなされることもある。条約上の定義は外交関係を踏まえた最高義のものと解される。 この規定は、従来の慣習国際法上の解釈を明文化して、1958年に締結された公開に関する条約8条2項の定めを踏襲したものである。この規定は、次の4要件に分析できる。これらの要件からは、国際法上、軍艦はその外形や並装により規定されるものではないことがわかる。また、この規定から、以下の解釈が導かれる。 軍艦搭載低たる探偵、旧日本海軍のそれは、総裁定参照であっても、軍艦機を形容して、定式、主艦の指揮のもとにあり、定員がいるなど、上機の各要件に該当すれば、その時点で軍艦となり、国外にあっては、軍艦と同様の扱いを受ける。旧日本海軍では、外務上における、軍艦を、軍艦外務令。 明治三十一年海軍省たち第八十五号において艦船の分類上における軍艦を艦船令大正八年三月二十日軍令会第一号において定義していた。軍艦、駆逐艦、潜水艦、宝艦、海防艦、輸送艦、水雷艇、総海艇、苦戦艇、不設艇及び掃海艇を総称して艦艇といい一組艦、特務艇を 総称して特務官邸とイーフ、官邸及び特務官邸の類別表示も別表に、イルキュ級日本海軍における在籍船舶の分類には変遷があるが、基本的には次のように定められた。変遷の詳細は大日本帝国海軍官邸類別変遷を参照。このうち3の協議の軍艦とは1944年。 昭和19年10月1日改正の感染例の別表で、戦艦、巡洋艦、練習戦艦、練習巡洋艦、航空母艦、水蒸気母,母艦、潜水母艦、不設艦のみを指す。その他の艦艇、駆逐艦、潜水艦等は、競技の軍艦には分類しない。選手の菊花紋章は、終戦時には、競技の軍艦にのみ付された。ただし、例外として、 日露戦争における武勲艦、三笠など武勲艦は現役当時に付された菊花紋章を取り外さなかった。現在の海上自衛隊が保有する艦艇は国際法上軍艦として扱われるが国内では自衛隊用法を用いて自衛艦と呼称する。これは日本国憲法第9条第2項が陸海空軍その他の戦力の不保持と 公戦権の放棄を定めていることによるダブルスピーク。海上自衛隊では排水量が1000トンを超える船、潜水艦含むを艦超えない船を低と故障している。一例として、三省堂の辞典の戦艦の項目においてはの2つの意味が記載され、2つ目において戦艦は軍艦と同義としている。軍事の専門以外の書籍、報道などで 外国語を訳するときに、この意味で用いられる場合が多く見受けられる。ただし、あくまで軍事用語としては、戦艦は、艦手の一とされており、戦艦を軍艦と同義にして、用いるのは誤解を生じるため、軍事関係の書籍においては、二の意味で用いるのを間違いとする場合が多い。日本標準商品分類では、官邸、分類番号504が使われている。 住居侵入罪では、艦船という語が使われており、艦艇と民間の船舶を表している。軍艦は、他国から主権に伴う尊敬と礼遇を受ける、慣例があり、国際法上も他の船舶と異なる、法的地位にある。この軍艦の特別な扱いは、軍艦が国家の威厳と主権を象徴すると考えられ、主権免除、または違い保権と、 不可侵権の特権を受けるためとされる。公開上の軍艦は、帰国以外のいずれの国の管轄権からも、完全に免除され、国連海洋法条約第95条。この免除は、他国の排他的経済水域においても認められる、同58条。軍艦が公開、または、自国領水にある場合、臨権、打歩、追跡の権限を行使できる、同107条。 110条、111条等。また、軍艦が、公海、排他的経済水域を含む、または、自国領水にある場合、亡命者等の庇護を求める、外国人を庇護する権限を有する。これは、国際法上認められた、領域内庇護の一種と解される。なお、軍艦が、外国領海にある場合、亡命者等の庇護は、外交的庇護と解され、 国際法上認められていない。ただし、ボートから避難する者を一時的に保護することは認められる。公海上の軍艦は、他の船舶と同様、公開の自由を享受し、条約87条、遭難に対する援助の義務を負う、同98条。外国領海の軍艦は、沿岸国の管轄権からの免除を受ける、条約32条。 外国領海の軍艦は他の船舶と同様、無害通行権、一切の武力行使、挑発行為をせずして通過する権利を行使し得る、同17条。なお、軍艦の無害通行権の行使に際しては、沿岸国政府への許可申請や事前通告を要求する例が多い。中国は政府許可の取得を、韓国は政府への事前通告を要求する。アメリカとロシアは許可も、 事前通告も要求していない。軍艦が外国領海を通行する場合には、無害通行に関する沿岸国の法令や国際法を遵守しなければならない。軍艦が領海の通行にかかる沿岸国の法令を遵守せず、かつその軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国はその軍艦に対し当該領海から、 直ちに退去することを要求することができる30条。また、軍艦が通行するに際して、これらの法令を遵守せず、その結果として沿岸国に損失、損害を与えた場合には、当該軍艦の帰国が国際的責任を負う。潜水艦や DSRV 等の水中航行機器は、外国領海において海面上を航行し、 所属国の旗を掲げなければならないとされている、同二十条。したがって、先行したまま外国領海を航行することは、認められていない。なお、国際海峡における継続的な先行による通貨は、通貨通行権によってこれが認められている。軍艦の外国港への入港と、外国港における特権や義務に関する規則は、条約として明文化されておらず、 監修国際法による。まず、外国港へ軍艦が入港する場合、帰国政府は事前に外交ルートから訪問国政府へ入港の許可を求めることを要する。この場合、友好関係にあれば入港を許可するのが国際的な観光となっている。この際、滞在日数や入港席数などの条件を付することもできる。また、事前に入港の許可を得ていない場合や、 不開口であっても、不可抗力や遭難など、緊急の場合には入港することができる。ただし、この場合、速やかに、自後承認を得ることを要する。外国港の軍艦は、領海の軍艦と、同じく、授乳国の主権からの免除を受ける。軍艦は、授乳国の裁判権、警察権、捜査権、臨検捜索権等、一切の管轄権に服さない。また、 軍艦は受け入れ国に対しの大勢の義務を負わない。日本の法令においても外国軍艦には艦長の請求がなければ犯罪捜査のため立ち入ることはできず、犯罪捜査規範228条、229条、関税法上の入港届の提出を要さないことなどが定められている。ただ、軍艦は授乳国の権益規則などの法令を遵守しなければならず、 これに反した場合には、受け入れ国は退去を要求することできる。また、軍艦が外国港に入港する場合には、霊法等の外交儀礼が行われる。鮮明軍艦の命名を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。